中島咲です。森咲です。神事をやってきました。やったどうですかどうですか。1年ぶりですね。ですね。なんか神事に着いた瞬間に、うん、なんだろう、ふるさとに帰ってきたなっていう感じがしました。なんなんだろうこれ。そう、なんなんだろうね。ほっとしますよね。ねえ、ほっとする、落ち着きますね。やっぱ、うん、まだそんなに来て間もないんですけど時間がゆったり流れてるなっていうのがすごいね、なんかもう、うん、体内リズムに入ってきてて。わかります、わかります。ね、後ろにはすっごい綺麗な海もありまして。私1年前ここ来れなかったんですよ。ね、そうよね。だからこんなに綺麗なんですね。めっちゃ綺麗だって。今日曇ってんのに海すごい青いから、これ晴れたらやばいですよ、うん、やばいですね。うん、どうにかね天気も持ってくれそうですね。でもそうですね、いや今日一日楽しみたいと思います、はい。選んでもらって作ってもらっても大丈夫です。わ、はい、かりました、はいはい。作れるんだ。大丈夫です。え、嬉しい。私これやってみたかったんだよね。やで都内で探してて。叶った。どう。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、やばい、不器用が出てる。え、なんでこんな器用に重ねられるの。すごい。桜貝とかもあります。桜貝？あ、ちょっと見たいです、見たいです。あ、待って、ネイルチップみたい。すごい。かわいい。へえ、こんな薄っぺらい貝が。難しい。ペラペラだから。オッケー。じゃあオイル入れます。わあ。入っちゃった。おおおお。よし、できた。できました。難しそう。あれ、森ちゃんとは違うやつなんだ。ですね。これは固まるタイプなんで。かわいい。貝殻とかいっぱい入ってるんですか。そう、貝が入れたんですよ。なんかもういっぱい入れたくなっちゃいますね。止まんない。最後の仕上げのレベルが、うん、適用するすいません、はい、このリボン結んでください。結構いい感じに私好みにできました。ありがとうございます。はい、嬉しいですか。はい、できたー。完成完成。テンション上がる。完成しました。イエーイ。初めて作れました、ね、ハーバリウム体験しました、うん、わめっちゃいいじゃないですか。わすごい。あ、超あったかい薪ですよ。薪、いいな薪。あら、かわいい。なんかさ、予想もしなかったラテアートが来ると嬉しくなるよね。ありがとうございます。すごいすごい。ピザだ。なんで作ったピザって珍しい。おまけだっけ。確かに、そうかも、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。いただきま す, いただきます。うん、おいしい。よしよしよし。え、うん、ほくほく。ちゃんと衣にも塩辛い味がついてて、うん、最高。うん。行くんかい。あったかい。あ、もちもち。もう触っただけでわかる。うん、こんなもちもちのピザ食べたことないでしょ。あ、本当、うん、なんの力。間違いない。絶対美味しいじゃん。いただきます。うん、間違いない。うん、お肉もほろほろ、おいしい。いただきます。うん、あく、うん、あ、すごいスパイシー。うん、うん、香辛料のふわーんって、うんうん、鼻に抜けますね。スパイスカフェですね。あ、
出先すっごい楽しみ。ちょっと時間もう早く移動してちょっとやりましょう。タイの釣り方ちょっと YouTube で見るわ。道できた、うん、やだもう最高すぎる。え、これって満ちると全部水になります。あの真ん中に行きたいぐらいですよね今。綺麗すぎてだからずっと見てられるね。魚の時間なくなっちゃうからもう早く行かないと釣り。今日の狙いはタイでございます。ありがとうございました。どうもまた来ます。はい、よろしくお願いします。頑張ります。はい、行ってきます。楽しみ。釣りだ。初めてそう、初めてなんです釣り。こんにちは。お願いします。もう寒さなんて関係ない。ルアーディアンの初めてだからちょっと今着いた前でいい。行きます。もうちょっと早いぐらいでいいね。はい、うちらは当たるのを祈ってますよ。ありがとうございます。釣らせないとあのおかみさんから怒られるけどね。料理ができないって釣れないけど楽しいな。いけー。スタンディングでやってます。釣りはスタンディングから。絶対釣りたいと思って。うわ、逃げた。逃げた？うん。いるでも。すごい。コツコツした？コツコツした。もうちょっとかな。あれ明日って何時開始でしたっけロケ？早かったでしたっけ？8時間。釣り行きたいな、そう。釣れてんですか？1匹釣ってるって。あーでも今日は厳しいってよ。当たりがないって。おー大きい。何でしょうがる。すごいかっこいい。でかっ。でかっ。釣りたいこんなの。うわー、ありがとう。ありがとうございます。釣りたい。これ釣りたいよ。でかっ。おお、うんうん、浮いてる。今日の料理にね使えそうやろ。ほんと釣った魚がいいやけど、もうしょうがない。ありがとうございます。船長どうも。ありがとうございます。はい、釣れなかったです。釣れなかったです。残念。でも釣り楽しいですね。楽しい。めっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。してますよ。触るだけでやばー。ここ？うん。行きますよ。うん。あと。はい。いいね。おっしゃー。縮んでく。はい。面白い。面白い。もう少し薄くね。もう少し。これで。そうそう。肉厚で美味しそうですけどね。これもらおう。はい。いただきます。プリプリ。うん、歯ごたえすごい。もう噛めないぐらい、うん、ブリブリ。これダメだ、1個食べたら止まんない。ね、止まんない。
できました。完成。じゃじゃーん、すごくないですか。夜ご飯完成しました、ね、もう私たちがここ着いた時にはもうこれがね、うん、全部並べてあって、ね、ここしかやってないんですけど、ね、でもお母さんがね愛情込めて作ってくださいました、うん、やったごとの美味しいものがいっぱいありますね。ね、いただきます。いただきます。これ大きくて一口でいけないよね。いけます。え、いける。じゃあちょっと行ってみて。行きましょう。いったね。酒飲むでかくないこれ。バカの。プリプリ。プリプリ？濃厚。感じでこの感じ、でこの感じ、美味しい、甘い、優しい味がします、すごく、なんかおばちゃん家でご飯食べてるみたい、優しい味がする、これは美味しいですわ、美味しそう、あら、まだ食べてない、食べてえ、ありがとうございます。何？ご飯？かきご飯。かきご飯じゃないですか、やばー、もう湯気で顔見えなくないですか。確かに。おいしい、いただきます。はじめ入れた時の香りと、噛めば噛むほどどんどん濃くなっていくよね。なってきます。うわ、これはもうあったかいうちに、かまぼこ？かまぼこ？うん、かまぼこ。へえ。でもなんかプルンってしてなくて、なんかしっとりとしたかまぼこって感じ。かまぼこ自家製、自分ですり身をして。もう最高ですよ。なんなのこの仕事。どうもー。どうもー。ただいま、メイク落としちゃったんで、もうね、まったりモードですね。ですです、のんびり最高、もう実家わかる、ね、で、こっちのお布団でじゃじゃーん寝ます。明日、釣り行けることになったんで、私たちは5時半起きです。めちゃめちゃ早いけど、リベンジしたいから、リベンジ、頑張ろう。おやすみー。